Thank you.
こちらクロスベル警察です。それでは報告を受けたまわりますね。はい、お疲れ様でした。報告は以上ですね。ではまた依頼を達成したらよろしくお願いします。
Thank you.
お疲れ様です。それでは報告を受けたまわりますね。わわ、大変でしたね。報告は以上ですね。ではまた依頼を達成したらよろしくお願いします。こんにちは、ランフィーさん。エプスタイン財団のロバーツ主任に依頼された件なんですが。ああ、その件でしたら受けたまわっておりますわ。お取り次ぎいたしますので、少々お待ちくださいませ。やあ、君たち、お疲れ様です、ロバーツ主任。依頼を見て来てくれたんだよね。いやー、本当に助かるよ。君たちにぜひともやってもらいたい仕事だったんだ。なんだか楽しそうな内容だったよね。なんとかってサービスの最終テストがどうとか。確か、ポムットでしたね。なんだかどこかで聞いたことのある名前ですね。言われてみれば確かに。きっと楽しいと思うよ。それじゃあ早速だけど仕事を受けてもらえるかな。ええ、もちろんです。それでは仕事の内容を説明してもらえますか。任せてくれ。実は近いうちにポムットという動力ゲームを配布する予定でね、市内の動力ネット端末所有者に向けて開発を進めていたところなんだよ。動力ゲーム？それってビリヤードやポーカーみたいなものとは違うのかい？まあ一定のルールにのっとって勝敗や得点を競うという点では似たようなものかな。最も異なるのは端末の画面上のものを動かして遊ぶってところだ。なんだかすごそうですね。それじゃあ今回の依頼のテストというのは？もちろんこのポムットのテストをしてほしいんだ。プログラムを組む以上バグは出てしまうものだから、テストの繰り返しは必須なんだよね。でもその程度のテストなら財団でもできるんじゃないのかね。このテストは少し前からティオ君に手伝ってもらってたんだけど、実は2つほど問題があってね。どうしても財団の外部に手伝いが欲しいんだよ。2つの問題ですか？まず1つ目だけど、ティオ君は時々テストに A4 システムを持ち出してたみたいでね。だからちょっと有用なデータを取れたとは言い難いというか。 A4 システムっていうと？ティオちゃんが何度か使っ
っていたあれね。前にちょっとだけ教えてもらったわね。ああ、確か動力端末や魔道場を扱うときに使っているシステムという話だったよな。この際だから改めて僕から説明しておこうかな。A1 システムとはティオ君の胸部プロテクターに内蔵されたシステムの名称だ。オーバルスタッフによるノーウェイトでの動力魔法の発動やティオ君の高速処理能力、それらを補助するというのが主な機能になるかな。このシステムを使いこなすのはかなりの適性が必要なんだけどね。全然簡単じゃないような。やっぱりティオちゃんがいないとこの手の話題は厳しいわね。要するにそのシステム自体がテストには適さないってことかな。まあね。なんでも A4 システムで常人じゃ組めないような大連鎖を組んだりして圧勝を重ねてたらしい。ヨナ君がテストに付き合ってたらしいけど一度も勝てたことはなかったそうだ。ああ、でもティオ君がずるいとか言ってるわけじゃないからね。くれぐれもティオ君におかしなことは言わないでくれよ。残りの一つの理由はどういったものなんですか？ああ、もう一つはこのゲームが対戦ゲームってところにあるんだ。さっきもちょっと触れたけど、このゲームは遠方の端末同士で遊ぶことができるんだ。だからどうしても市内での実地テストがやりたかったってわけさ。なるほど、そういうことですか。それにしても離れた場所同士で遊べるって結構すごいことですね。だろう？これは動力ネット構想の初期段階で企画されたものでね。動力ネットがもっと普及すればたくさんの人が楽しく遊べるようになるだろう。例えばこんな雨の日にも家の中にいながら友達と楽しめるしね。へえ、すごい時代になりましたね。ちょっと話はそれたけど、まあ事情はそんなところかな。ってことで君たちにはこれをプレゼントしよう。これはメモリークォーツですか？そのメモリークォーツに完成直前のポムットのデータが入ってる。それを支援家の端末にインストールすればすぐに遊べるはずだよ。インストール、要するに端末にプログラムを組み込む作業ですよね。前にティオちゃんがやっているのを見たことがあるし、なんとかなると思うわ。それじゃあエリー、よろしく頼むよ。心強いね。それとこいつも渡しておくよ。僕のエニグマの番号とポムットのアカウントだ。アカウント。ちょっと待ってください。立て続けに難しい用語が。要するにネットワーク上で使用する名前みたいなものなんだが、まあ対戦を遊ぶために必要なものとだけ考えてくれればいいよ。難しいことは置いといていいから、とりあえずベータ版をインストールするときに一緒に入力してくれればいい。その後エニグマで連絡をくれたら次の手順を教えるからね。まあこんなところかな。早速テストを始めてくれるかい？はい、お任せください。とりあえず支援課に戻るとしよう。ええ、そうしましょう。
ロバーツ主任によると、このメモリークォーツを端末にインストールするんだったな。それじゃよろしく頼むよ、エリ。ええ、やってみるわ。これでよしっと。もらっていたロバーツ主任のアカウントも入力しておいたわ。へえ、結構手際がいいじゃない。ほんとエリーさんっていろいろなことに詳しいですよね。政治や法律のことなんかにも知識も豊富みたいですし。これに関してはティオちゃんがやっているのを見ていたというだけだから。説明書なんかもあったし、よく読めばそんなに難しいことでもなかったわ。いや、でも正直助かるよ。俺なんかやっと端末のキーボードに慣れたくらいだからさ。どういたしまして。それでロバーツ主任に連絡を入れればいいのかしら。ああ、早速かけてみるよ。やあ、ロイド君、うまくインストールできたかな。ええ、大丈夫です。次はどうすれば。それじゃあ一つ僕と対戦してみようか。端末からポムットを起動してみてくれ。そこに僕のアカウントが表示されるはずだから、それを選択すると対戦できるよ。そうだ、せっかくだから支援課のリーダーである君が代表として対戦してくれないかい。ね、ええ、わかりました。それじゃ席を変わるわね。開発者であるこの僕に勝てるかな。ティオちゃんを任せられる男が。改めて確かめさせてもらうよ。なんだか本音が聞こえてきたような。結構な親バカみたいだね。わざわざ支援課に依頼してきたのって。あ、いやせっかくの勝負だし、ちょっと気合を入れただけさ。それじゃあ早速ゲームを始めてみようか。ロバーツ主任が待ってるし、早速ポムットを起動してみよう。ロバーツ主任が待ってるし。
よし、なんとか勝てた。結構楽しいかもしれないな。なんだか結構ハマっちゃったみたいね。あの、はために見てた印象なんですけど、ロバーツ主任ってもしかして強くないのでは？そうだね、開発者なのに強さ的には初心者の君と大して変わらないんじゃない？いや、さすがに手加減をしてくれたんじゃないか。レベルをある程度合わせないとテストにならなそうだし。はい、こちら特務支援。いやー、今のはいい勝負だったね。まさに歴史に残る大勝負、興奮しっぱなしだよ。どうやら真剣勝負のつもりだったみたいだな。それでテストの結果はどうでした？ああ、バッチリだよ。市内でやる分には目立った落もないし、通信状態も良好だ。申し分ない大成功と言えるね。そうですか、それは良かったです。インストールしたベータ版は近いうちにリリース版にアップデートしておくよ。プログラムの配布が始まったら対戦できる人も増えていくだろう。いろんな人とアカウントを交換して存分に楽しんでくれると嬉しいよ。もちろんこの僕だっていつかリベンジするつもりだしね。お手柔らかに。いや、協力してくれて本当にありがとう。別の仕事があるからこれで失礼するよ。どういたしまして。また何かあったらいつでもご連絡ください。ああ、そうするよ。それじゃあね。ふう、なんとかうまくいったみたいだ。お疲れ様。なんていうか主任らしい依頼だったわね。そうだな。ともあれ、これからもこのゲームは楽しめそうだね。この際だからクロスベル1のポムットマスターを目指してみたらどうだい？いや、さすがにティオには絶対にかなわないだろうけど、でも仕事の合間に息抜きがてら練習くらいはしておいてもいいかもな。そうですね。それでは報告を受けたまわりますね。はい、お疲れ様でした。おめでとうございます。ランクアップしました。特典の品もすぐにそちらにお届けしますね。お疲れ様でした。またよろしくお願いします。